V プレス動画をご覧の皆様、どうもこんにちは。毎日がエブリデイでおなじみのエブリーです。やっぱしっくりこねえな、なんか真面目にやっちゃうと。さあやってまいりました皆さん、お待たせしました、Going My Everyday 第17回目。もうあっという間ですよ、17回目。しかも2014年に入っての実戦、なんと奇跡の3連勝。まあ今回もですね、もちろん連勝を目指してやってまいりました。こちらニューグランドぬくい店さん、今回も何を打つか決めてませんし、調べもしません。なんて勉強してこい。だってさ、楽しくパチスロパチンコ打つのに勉強嫌いなんだもん。勉強とかして嫌じゃん、負けたら嫌じゃん。勉強し必死で覚えてさ、それで負けたら嫌じゃん。言い訳できないじゃん。勉強しなかったら、あ、俺もうちょっと勉強しときゃよかったな、なんつってね、今日も頑張ってきます。それでは Going My Everyday ボリューム17行ってまいります。さあ、4連勝をかけて、今回実践する記者はこちら、ルパン三世、主役は銭形、まあね、オープニングでも言いましたけど、全く知識を入れてきておりません。あえてですよ。ただ知ってるのは、今回のこの作品は主役が銭形っていうことは分かってます、知ってます。ただそれぐらい。ということで、じゃあ Going My Everyday ボリューム17実践スタートです。チャンスね。ラーメンがいっぱい出てきて、今一瞬だけどこのパトランプがチカッと光ります。なんかのあれなんだろうな。また再び特別警戒中です。お、出ました、タイプライター。あ、予告とかじゃなくてもう確定。よくわかんない、何だったんだろう。チャンス目っぽいのでラーメンがいっぱい出てきて、でもうタイプライターで確定って言われちゃいました。早っ、早い。71ゲームです。投資はまだ150枚。ありがとうございます。はいよ、3連は滑っていっちゃいましたけど、まあとりあえずよかったよ。幸先めちゃくちゃ良すぎるぐらい。怖いわ、もう怖いわー。あれだ、なるほど。残り5枚のところへ来てスーパーヒーローを狙い、残念。あー、わきた、はい。ボーナス終わった後にこの入るスーパーに乗っかって、何だろう、警察官の勉強とか。
グースボールをキック。親サーチライト3つ点と。はい。3ゲームで決着をつけなきゃいけないんだね。ルパンってそんなにヘボかったっけ？すぐ逮捕されちゃったよ。なんで？え？まあいいや、いい、当たったんだよね。すごいレインボーに、もうサーチライトがレインボーに輝いて、綺麗だね、綺麗だね。よかった。なるほどなるほど。OK。今度こそ。あーダメか。はいよ。5枚というところで特別競馬中。ラスト5枚。はい、とりあえずまあ2連っていうんですかね、まあ初当たり引いた一発目のビッグのあとは8ゲーム目でまた引き戻しまして、とりあえず302枚ゲッツです、ゲッツ。ここでまた引きゃいいんだよね。地獄の底までデッキングじゃん。わさささ、皆様、あのご覧の皆さんの部屋を明るくして、なるだけテレビからパソコンから携帯から離れてみてくださいね。たまに強いフラッシュがあります。今度は逃げられたね。で、また夕方男のドライブからスタート、なかなかいいんじゃないですか。よし、おいおい、強手に昇格しだしました。さっきの協定の延長線上なのかな。3発目のボーナス抜けて184ゲームでクレバオンでタイプライター。うわー、あ、もう当たってたんだ。
とはやっぱ協定なんだろうかな、まあ、とりあえずも今ねちょうど、3回のボーナスのコインを全て飲まれて、追加投資をしたところで当たりました、これで追加投資しましたんで、トータルが200枚使ってとりあえず初当たり4発目よし。あら、それでもトリプルいかないんだ、ダブルか。まあでもシングルよりはいいはずだよね。はい、4発目です。さあ、これまでに引いたシングルラインだったら150枚スタートだったんですけど、もうダブルラインで今200枚スタートだね。そういうことだね。だからこれがトリプルライン揃うともっといいことがあるってことだね。 OK。 なるほどなるほど、強チェリーに昇格して今30枚上乗せ。いいね、いいんじゃないの。あれ、あ、これベル狙わなきゃいけないのかな。これどうしちゃってるの。お上の大闘争、ナビが黒いよ。レア役かチャンスなのか。熱い。諦めに地獄の底まで降りていくからだ。せーの、ドーン。ボーナス中にルパンを逮捕するとどうなるのか。はい、ゼニカーッ。どうなりゃいいんだ。なるほど、プラムで今10枚。これで終わっちゃうの？まさか。ああ、これで終わっちゃうんだ。お、まだ続い。
いてる。ですか。でも6回継続しての110枚、これは美味しいね。 OK、 200枚スタートが今340枚まで伸びました。そういうことね、そういうことね。よし、お、またチェリーいってるよ。ワノセット、おい、気持ちいい。アオか。あ、出るね。100ベルから強ベル、いきなり50枚を乗せ、残り15枚のところで、青か。青だけのチェリー。お、なんだこれ、ひょっとしてここにチェリーが止まれば、確かにチェリーじゃなかった。ほら、よかった。残り15枚のとこまで来ましたけど、30枚乗ってくれたんで、まだ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 いけるよ。すごくない、すごくない。ダブルライン揃って、まあ、200枚スタートだったんですけど、もうあとは己の引きだよね。己の引きで267枚上乗せしまして、すごい。そ、なんかなかなかのポテンシャルを秘めてるよね。まだ多分ね、俺 20% ぐらいしかそれを見れてない気がする。まだまだまだ奥深そうだね。3ゲーム連。3ゲーム連はならず。我々警官が頻繁に出現するとチャンスです。歌っちゃうよな。ベネガタのトッツァンが仕事しないんだもんな。警部、お願い、今日チェリーでお願い。よしよし。ゼニガちゃんサボってるなんて言うと、こういうことをずっと言ってるから、こっちはサボっちゃダメだよ。この境地は絶対ものにしたいね。外が騒がしいようです。何かが起こるかもしれない。お、なんか今誰かが喋った。今何かが起きるかもしれない。
よし、お願い、強い強いエンジンに発展して押してみな。あ、また不事故か。お、サーチライトは白。もう一回もう一回。私の撃つ分ね。あ、入ったよ。入れちゃダメなんだ。あ、そっか。こっちさんが入れないとダメなんだ。お、クリアタイム。やっと入った。え、これはなんだ。やっと入りましたけど、チャンスゾーン、自力でどうにかしない。あ、やっと、あ、まあいいや、やってみよう。とりあえずやってみよう。ね、チャリ乗ってるね。警官集めれば機体度がアップ。 OKOK。もう一個行きたかったね。しかも警官ゼロだもんな。しかもこれは言ったよね、言ってるよね、あるよね。あら、でもなんか文字が青だな。あ、来た来た来た、一角だ一角。セブイジの大泥棒は別物のことで、それが自信と俺が戦いに来た。押すよ、せーの。エヴァ、ああ高かった。追加投資もかさみまして、まあ言ってもでもまだここまでトータル300枚です。全然 OK。 今度こそトリプル揃えたいな。もう昇格チャンスも何もへったくれもないんだ。うわー、シングルだやっぱ。そうだよね、当たってた。お、ルパンが来た。見て、ここもうレインボーに光っちゃった。何、